小村寿太郎商村外交は、明治後半期の第一次、桂内閣、第二次、桂内閣における、小村寿太郎外務大臣の外交政策を指す。小村寿太郎は、元勲総で内閣と呼ばれた第二次、伊藤内閣の外務大臣、むつむねみつに見出され、1893年11月、新国公使館参事官として、北京に着任した。これが、 小村の外交官としてのデビューであった。小村の外交官としての初仕事は、1894年2月に、朝鮮王国で起こった、東学党の乱への対応であった。折衝に当たった小村の報告は、正確無比なものだったと言われている。寸下を惜しんで大量の要書を読み、新国の国内視察も行った小村が出した。結論は、眠れる死死と称される新国は、 必ずしも支持ではなく、新国軍は日本軍の相手ではないというものであった。6月7日、新国政府は朝鮮政府の要請により朝鮮国内に派兵することを日本側に通告した。小村は道の区の指示により日本政府も派兵すると通知したが、新国は朝鮮が真の属国だから派兵するのであり。 日本の派兵とは全く性質の異なるものであると主張し、また、自国民保護目的のための派兵ならば、極力少人数にすべきだと唱えた。これに対して、小村は、日朝修好条記や天身条約の規定を持ち出し、日本は朝鮮が他国の属国であったことを認めたことはなく、出兵は相互の取り決めによるものであり、また、派兵の規模は、 主権国家の宣言事項であって、他国の支持を受けるものではないと反論している。その後、小村は中朝公使として1895年10月の、木日と羊事変後の事態の収集にあたり、1896年6月以降は、西恩寺金持ち、大隈重信、西徳次郎3人の外相の下での外務次官を務め、1898年9月以降は、 中米講師、中露講師、中心講師を歴任し、1900年の北進事変への対応や、事変後の耐震交渉の場でも活躍し、北京議定書の締結に尽力した。第一次、桂内閣の外相としては、1902年1月の日英同盟の締結や、日韓議定書、日韓協約、桂、ツタフト協定などの戦時外交に力を尽くした。 日露戦争中の勝算は国内外の広報活動にも力を入れた。日本はやむなく戦争に突入したことを訴えるべく、ロシア帝国との交渉経緯を公表し、それが東京日日新聞などの新聞メディアに連載されることによって国民の一致団結と国民からの戦争協力に役立てようとし、英米両国に対しては特使として末松県庁をイギリスに、 金子健太郎をアメリカ合衆国に派遣して広報外交を展開した。ポーツマス条約交渉にも高平小五郎中米大使とともにセルゲイウィッテロマンローゼンを全権とするロシアとの交渉にあたり、軍事賠償金こそ獲得できなかったものの南満州鉄道の利権をはじめとする絶対的必要条件をすべて満たした上でカラフト南部の割譲を引き出した。 ポーツマスから帰国した商村は、かつら、ハリマン協定を破棄し、わずか2週間後には、北京に渡って、ポーツマス条約の決定事項を認めさせるための、耐震交渉を自ら全権大使として行い、満州前後条約を結んだ。その後、商村は1906年夏、中英大使に任じられたが、大使としての商村は、イギリスでは、必ずしも人気のある外交官ではなかった。 1908年7月に成立した第二次、桂内閣の外相としては、高平、ルート協定、日清協約、日露協約の締結に力があり、1910年には韓国併合を実行に移し、1911年には日米通商公開条約の改定において、完全自主権の完全回復を成し遂げて、幕末以来の不平等条約を解消させて、 条約改正を達成した。小村は自分の仕事は後世の人間が判断すべきであるとして日記を一切をつけなかった。また、秘密主義を貫いたため、小村の手紙もほとんど残っていない。ポーツマス条約交渉でも満州、前後条約交渉でも小村は散々叩かれたが一切自己弁護をしていない。ただし、小村が 東京海星学校時代に書いた絵文の自助伝、マイオートバイオグラフィーが1997年にアメリカの大学で見つかっており、海星学校の英語教師だったグリフィスはこれについて18歳の青年が書いたとは思えないほどの深い内容だと称賛している。賞村はまた大変な読書家であり、ロシアに駐在していた時には薄暗い室内で膨大な量の書物を読み漁ったため、 視力が大幅に衰え、医者からはこれ以上目を使い続けると失明するとまで警告されたが、それでも、小村の学習意欲は衰えず、読書を止めることは修正なかった。小村は40歳を過ぎても、講師ともに報われず、翻訳の内職をして、生計を支えていたが、小村の運が明けたきっかけは、この内職にあった。翻訳という作業は、 諸分野における多様な事象について勉強する機会を翻訳者にもたらす。小村がむつむねみつに見出されたのも翻訳で得た盲石に関する知識を道のくの前で披露したことがきっかけとなっている。小村外交の特徴としてはまず、小村自身がハーバード大学への留学やニューヨークの法律事務所で鍛えた抜群の語学力が挙げられる。外交官となってからも 仕事の合間に大量の要所を読みこなすなど、彼の外交政策の基盤として、高度な語学力に支えられた、正確な情報収集能力があったことは、間違いない。そして、彼は、在外講師、領事が、本国に送信した電報を、実に丁寧に、また、様々な角度から自身で読んでおり、そのため、非常に時間はかかったものの内容をよく覚えており、 それをもとに自ら判断し、彼が発した変電や訓練も間違いなく彼の意を受けたものであったという。小村はしばしば病気を患ったが、職務にあって、彼はその姿勢を律儀に貫いたのである。彼が非常に秘密主義に徹していたことも特筆に値する。秘密を守るのは外交官の資質として極めて大切な要素ではあるが、人との距離を遠ざける原因ともなっていた。 また、彼は大変な社交嫌いでもあったため、中米公使時代と中英大使時代は不人気な外交官であり、同盟国や友好国で人脈を広げることはできなった。大使や公使としての勤務が向いていなかったわけではないが、彼はむしろ乱世で力を発揮するタイプであった。なお、彼はしばしばマスコミ嫌いと思われがちであるが、必ずしもそうではなく。 利用できると踏んだ時は大いにメディアを活用している。さらに、外政家としての正村の特徴としては、議会や政党に対する低い評価がある。この点は、ムツムネミツや加藤孔明とも異なっており、朝鮮内閣が過労じて成立し得た明治時代後半であったからこそ彼は十分に力を発揮できたという側面がある。彼は、一国の外交の権限は、 外務大臣と内閣にあると考えていた。そのため、外交方針に伊藤博文や山形有友などの元老が影響力を及ぼすことにも強く反対した。反発政府にも反発していたため、まずは、桂太郎首相の指示を取り付け、時に桂をリードしながら、外政での主導権を握ることで元老の関与を限定的なものにどめた。そのスタイルは、 確かに、非民主的でエリート主義的なものと言えたが、一方では、外交を清掃の具にしないという長所があった。彼の外交政策には一貫性があり、遂行に当たっても決してブレなかったが、これは、決して彼の個人的性格だけに介せられるものでは、ない。また、彼の民主主義嫌いも、交渉対象国の政治体制移管によって、 特定のイデオロギーに立って外国を評価したり政策を決定したりという風潮には無縁で純粋にパワーポリティクスの視点から国際政治を考えその中での国益を最優先に考えたため柔軟で現実的な外交政策が取られるという利点があったイギリスアメリカロシア、新国、朝鮮といった重要な国々での外交官を歴任し 海外経験も豊富な割には、特定の国への思い入れが外交政策に影響しなかった点も、小村の特徴で、どの国とも適度な距離をとって公平で冷静な判断を下しているのである。小村はかなり初期の段階から満州の重要性を認識していた。本田熊太郎の魂の外交によれば、小村はすでに日清戦争直後から長春に注目していた。 当時はまだ満州に鉄道がなく、わずかな商店街があるだけであり、ロシアが進出して、移行に和歌に注目されるようになるが、小村はそれ以前からこの地が日本にとって重要な場所になると考えていたのである。外交官、外政家としての小村の経歴は、弱小独立国家として出発した明治の日本が、日清、日露の両戦争に勝ち抜き、帝国主義列強の一員、 一等国にのし上がった奇跡と重なり合い、その人生は近代日本外交の体現であったと形容できる。カスヤ・カズキも、また、小村は、ムツムネミツと並んで、日本の国家理性を体現したとも言うべき存在と、述べている。今も、なお、外務省にあっては、小村外交こそ、日本外交の頂点をなすとの見方が健在である。 小村外交を一言で言えば帝国主義外交であり、その点で徹底しており、劣迫の意思で強硬姿勢を貫いたということができる。小村は、日本の国力の不備を十分に致出した上で、列強間の利害対立を綿密に計算し、軍事力を背景に、最大限に国益を追求するリアリズムの立場に立つ、一方、国際協調派としての顔も持ち合わせていた。小村の死後、 日本の外務省はアメリカ合衆国が主張する新外交に呼応して外交政策を転換し、そのための政策立案においては皮肉なことに、ひその小村気にちも重要な役割を担うこととなる。新外交とは帝国主義的な勢力圏外交の否定であり、確かに帝国主義的なやり方だけでは次第に国際社会で通用しなくなっていくのである。 小村自身も晩年になって親しい人に外交で苦心したことを語る際、日本はもう戦争はしてはいけません。戦争をする必要がないだけにはしたつもりです。今後は産業その他に力を入れて国民を楽に暮らさせていくことですという言葉で結ぶことが多かったという。ありがとうございます。